二等辺三角形は三角形の一種で三本の辺のうち二本の辺の長さが等しい図形である。長さの等しい二辺を等辺と言い、残りの一辺を底辺と呼ぶ。二本の等辺が共有する頂点を特に二等辺三角形の頂点という。頂点における内角を二等辺三角形の頂角と言い、残りの二つの内角すなわち、 底辺の両端の内角を底角と呼ぶ。二等辺三角形の底角は互いに等しい大きさを持つ。二等辺三角形二等辺三角形の頂点における外角を頂き外角と呼ぶ。頂き外角の大きさは底角の2倍に等しい。また、頂き外角の二等分線は底辺と平行である。頂角は180度未満の大きさであるが、 定角は90度未満の大きさに限られる。二等辺三角形は線対称な図形であり、頂点と底辺の中点を結ぶ、中線、頂角の二等分線、底辺の垂直二等分線、これらはすべて線対称の対称軸に乗る。二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する。三角形の三つの内角のつの角が等しい。ものは、 二等辺三角形となる。また、対称軸を持つ三角形は二等辺三角形に限られる。二等辺三角形のうち、三本の辺の長さが全て等しい三角形は正三角形という。正三角形は二等辺三角形の特殊な場合である。正三角形の内角はすべて等しく、その大きさは60度に等しい。 すべての正三角形は互いに相似である。長角が直角である二等辺三角形は直角二等辺三角形と呼ばれる。直角二等辺三角形の二つの定角は45度である。すべての直角二等辺三角形は互いに相似である。この項では一般的な二等辺三角形について述べる。同じ大きさの長角を持つ二等辺三角形はべて 互いに掃除である。また、同じ大きさの底角を持つ二等辺三角形はすべて互いに相似である。線分の両側に、これを底辺とする二つの二等辺三角形を作って、並べると、タコ形ができる。特に、二つの二等辺三角形が合同である場合、ひし形ができる。逆に、ひし形やタコ形を、 対角線で二つに分けて二等辺三角形を作ることができる。特に正方形を一本の対角線で二つに分けると直角二等辺三角形が得られる。正 N 角形の重心から角頂点に線分を引くと N 個の二等辺三角形ができる。線形の中心角を限りなく小さくすると二等辺三角形に近づく。二等辺三角形を対象軸を中心として 半回転させると円錐ができる。円錐の投影図のうち、立面図は二等辺三角形である。角錐の内底面が正多角形でその重心の真上に、頂点のあるものは二等辺三角形からなる側面を持つ。ありがとうございます。